マルセランベルテロはフランスの科学者である。有機化合物の合成、反応速度、熱化学の分野に業績を残した。科学者でもあった。医師の子としてパリに生まれた。アンリ四世中学から高校を終えて、プルーズ研究所で実験の手伝いをした。1851年、コレージュド・フランスで科学者アントワーヌ・バラールの助手となった。 グリセリントサントの化合物についての学位論文で名声を博し、理学博士を授けられた。1859年に薬学専門学校の有機化学の教授。1865年にはコレージュド・フランスで有機化学の教授に就任した。さらに1873年には科学アカデミー会員、ついでルイパストゥールの後に科学アカデミーの幹事となった。 政治家としては共和党に席を置き、1876年には高等教育総監、1895年からはレオンブルジョワ内閣において外務大臣を務めた。多くの有機化合物の合成に成功し、化学反応と化学平衡の現象を系統的に研究し多くの科学の著書を残した。1900年コプリメダル受賞、1860年 アセチレンを再発見し命名した。アンリポ・アンカレ、科学者と詩人岩波文庫、1990年 P69。エムベルトロ、錬金術の起源ないタロウツルホ、1984年 P23。ありがとうございます。